こんにちは、赤巻校の大久保です。宮方です。これより新製品双方向型自己保持ソレノイドについて説明いたします。じゃん。このソレノイドの特徴は、プラスとマイナスの電極を変えるだけで、プランジャーが出たり入ったりする。そして電源がオフの状態でも、出た状態、引っ込んだ状態をそのまま、内蔵マグネットで、保持できるというのが、特徴のとても万能ソレノイドです。プラスとマイナスを電極をつなげるとプランジャーを吸引します。引いた状態で、電源をオフにしても内蔵マグネットで、プランジャーを引っ込んだまま保持しています。電極をプラスとマイナスを、変えるだけでプランジャーが押し出されます。電源をオフにしてもまたその押し出された状態を、保持しています。このソレノイドは、DC6V、12V、24V の、3種類の電圧を対象に作られています。例えば DC6V の場合、6% 通電率 10%、1回の最大通電時間が400秒以下のこの製品になります。 12V の場合は、これ、24V の場合はこの製品になります。応答速度です。このソレノイドは、引っ込んだり出たりしますけども、それぞれその速度は 0.02 秒と、とても速い速度になっています。吸引力ですけども、引っ込むときに 2.4 ニュートン、押し出すときに 2.7 ニュートンの力を出力できます。大きさの割には、非常に大きな力になっております。そして、保持力なんですけども、これはですね、電気が流れてない状態でも出ている状態、引っ込んでいる状態をそれぞれ1キロ以上の力でその状態保持しています。この製品は高橋工のオンラインショップで一つからご購入できますので、ぜひ皆さん、購入して試してみてください。よろしくお願いします。1回に1台。